はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時半になりますね。21日の金曜日でございます。はい、ブルームバーグにこういう記事が出ておりますね。ビットコイン4万ドル割れ、一時 7.4% 急落、昨年8月初め以来の安値ということですね。これは今日の15時3分に出た記事ですね。今から2時間半前、短い記事なんで読んでしまいますと、暗号資産括弧仮想通貨ビットコインの価格がアジア時間21日昼の取引で4万ドルを割り込み、昨年8月初め以来の安値をつけた。グローバル市場でリスク回避の動きが再び広がった。ビットコインは一時 7.4% 安の約3万8261ドルまで急落した。昨年11月10日に記録した6万9000ドル近い過去最高値から 40% 余り反落した計算だ。はあ、最高値から4割ね。まあ、6万9000ドルっていうのはべらぼうな額やなと思ってましたけどね。イーサも3000ドル割り込んだ。暗号資産全体の時価総額は11月のピーク以降で約1兆ドル。ほう。1兆ドル、約113兆8400億円失われた。はあ、はあ。20日の米株式市場ではテクノロジー関連株が売り圧力にさらされ、ナスダック100指数は調整局面に入り、ビットコインもハイテク株の値動きも後追いした。これでおしまいですか。これでおしまいですね。はい。その前にも一回申し上げたんですけども、結局ビットコインっていうのはですね、根拠のない価値なんですね。みんながそれがあると思っているからその価値があるということで、要は幻想なわけです。で、幻想といえば全て幻想なんですけども、例えばドルもですね、円も今や打艦紙幣ではないわけでして、いわゆる昔は金本位制っていうのがあってですね、そのお金を持ってったら中央銀行は金に変えてくれるという、そういうですね、交換価値をですね、国が保証してたわけで、国というか、まあ、中央銀行が。もうしかし最後にですね、主だった通貨で最後にそれをやめたのが1972年でしたっけね、ニクソンの時にですね、ドルの金交換停止ということになりました。その時から約ドルはですね、20分の1になったのかな、対金で。それくらいこう価値が落ちたとされています。でもやっぱりそれが昔はドルと変えられるという時はですね、ドル金と変えられるという時はその幻想ではなかったんですけども、一応は。で、日本の円はもう当時戦前からですね、金との交換を停止をしておりました。ただその国が発行する紙幣、まあ、正確には中央銀行ですけど、国みたいなものですね、についてはその国という後ろ盾があって、それがある程度価値を保証しているということなんですね。だから割と信頼性が高いですね。例えば株であれば、その会社がですね、そのある限りその会社の価値と株価は連動するわけであって、会社というその株を発行しているその会社の価値というものがあるんで、まあしかしこれもその会社ってどんなものどうなるか分かりませんからね。ちゃんとこう事業を展開して利益を上げていない限りですね、そんなもんどんな会社でも2年も3年も遊んでたらこうパーになりますよね。で、小さい会社なんて三月売り上げなかったらパーになりますよね。だからまあ非常に流動的なもんです。じゃあビットコインなんやねんって言ったら何もないわけですね。何もない、みんなが買うから上がってるということでして、誰もそのバックヤード、バックグラウンドといいますか、その裏が取れない価値なもんでして、ただその取引自体の安全は
保全されるというふうなことで価値をもたらして、で、あと国境をすぐにまたげるということ。これだから各国のですね、金融当局にとってはこれ何やねこれって、どちらかというと敵ですよね。だから中国なんていう国はですね、いち早く仮想通貨全部禁止しました。なぜかと言いますと、共産党当局が管理できない、そういう価値が流通してもらったら困るわけですね。なんといってもその中国が外貨の持ち出しを禁止しているにもかかわらず、ビットコイン使ってピャッとこう人民元をですね、ビットコインに変えて持ち出せるわけであって、相対的にその人民元というものがですね、こうどう言いますかね、安く買われる可能性だってあるわけですね。なんで都合が悪いわけですね。コントロールが効かない。中国という国は人民元とドルのレートをですね、ある程度固定化してるわけですね。で、自分たちの恣意的に動かしてるわけですね。だそういうのからすると、恣意的に動かせないビットコインなんてものは来てもたら困るということで全部禁止しました。で、仮想通貨で、そのビットコインの価格がですね、わーっと高くなったり、わーっと安くなったりですね、わーっと今高くなって、2回目に高くなって、今安くなりかけてるんですけども、これってその、どっかの国がですね、自国通貨にするとかいうことをやってましたけど、そこまでね、その安定性があるかっていうと、私はかなり疑ってます。かなり疑ってます。幻想に過ぎないわけであって、幻想度が高いわけですね。で、一時1年か2年、1年半ぐらい前ですか、量子コンピューターが近々実用化できるという話が出た途端にビットコインがわーっと2、3割下がってましたね。というのは、ビットコインのこのなんとかっていうマイニングですか、をやるにはですね、業者のコンピューターが業者の電力を使って回ってなあかんわけですね。それを量子コンピューターはあっという間にできるから、その価値が下がるんちゃうかという思惑でビットコインの価値が下がったわけですけども、まあそういうことがあるのかないのかは知りませんけども、所詮はこれはですね、幻想なんだよ。今多くの人が幻想を抱いているから、この価値が成立しているということにしか過ぎないわけですね、根本的には。だから何かのですね、何かをきっかけにしてですね、あんなあかんでっていうことがわっと広がるとですね、一気にわっと安くなる。一回30万円ぐらいまで下がった時ありましたよね。それがそういう時ではなかったかなと。だからああいうことがまた起きないとも限らないわけであって、ここビットコインについては どの権威も、世界のどの権威もこれをこうギャランティーしてないわけですね。だから非常に危ういものがあって、そんなものがですね、6万9千ドルですかに行っていたということ自体が信じられないし、要はマネーゲームの一フィールドになってたということだと思うんですけども、いや、今4万ドル割ってきました。そんな急にまたね、1万ドル割るみたいなことになるとも思いませんけども、なっても不思議はないのはこのビットコインですね。どうでしょう、もうすぐロシアがウクライナに行きますけど、その有事に強いのか弱いのかよう分からんっていうのがビットコインですね。これで分かると思うんですよ。まもなくもう1、2週間以内にはこう始まるでしょうから、その時にビットコイン上がるんでしょうかね、下がるんでしょうかね。上がったら有事に強いっていうことになるんですけど、下がったら有事に弱いっていうことになります。その辺はなってみな分かりませんね。こんなんだって10年前はなかったもんですからね。出た時にこう解いたら大儲けですね。でもね、でもこうやってこんなもん買えへんやんということですけど、ビットコインもその他の仮想通貨もなんかいっぱい出てきて、かなりインチキ臭いのがいっぱいありましたね。なんかガクトさんがそのうちの一つに関わっていたとかいうのが記事になってましたけど、なんかこう怪しげな匂いしかしませんよね。そのビットコインは多少のこう市民権を持ってるような気がしますけど、その他のっていうのは怪しいという感じしかしませんね。だからもちろん私は一回も買ったこともないですけどね。知り合いでマイニングやってる方いましたけどね、もう今はそれ追いつかないんじゃないでしょうかね。相当電気を使うって聞きましたけどね。だからカザフスタンでもマイニングをやっててですね、でそれでカザフスタン の国境が通信ができなくなったんでビットコイン下がったなんて話もありました。そういうちょっとしたことで、ガーンと値段が動くというのがビットコインで、あとね、10年ぐらいしたら落ち着くのかもしれませんけどね、生き残っていればね、生き残っていればと。
はい、ということで、このブルームバーグのページを貼っておきますので、こう確認されたいという方は、行ってみてください。ビットコイン4万ドル割れ、一時 7.4% 急落、昨年8月初め以来の安値という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。